元限界集落から地域おこしチャンネルの多田智義です。今回はですね、先行き不透明な時代に農村で安心して生きていくための方法という3回シリーズのですね、最後の1回ということで、農村の可能性ということについて、お話をしていきたいと思います。私はですね、社会人になってからですね、経営コンサルティング会社で働いてたんですが、その後2010年ちょうど10年前にですね、リーマンショックがあって後にですね、ちょっとこのまま あの経済状況ってお金だけの社会ってずっと続いていくのかどうかみたいなですね、そういったことをちょっと疑問に思ってですね、10年前にですね、新潟県の十日町市にある池谷集落の方に移住してきて、農業と地域おこしをずっとやってきたんですが、そういった経験をですね踏まえて、今回農村の可能性についてお話をしていきたいというふうに思います。で、今回聞いていただきたい方っていうのは、これから世の中がどうなるか不安を持ちつつ、田舎暮らしもありだなというふうに考えている方にぜひ聞いていただきたいと思います。で、この動画を見ていただくことで、時代の変化に合わせて生きていくことが大事だということが分かってですね、で、今後、どう生きると、より安心した生活ができるのかということについて、ご自身の頭で考えていただくということができるようになる、その、助けになるようなですね、お話をさせていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。で、今回農村の可能性ということでお話をします。で、農村の可能性、こういう3つの可能性があるなと思ってます。で、まず最初の外部環境の変化の影響を受けにくいという部分についてお話をしたいと思うんですが、これは前回の動画でもですねお話をしたんですが、ちょっとですね、見ていただきますと、私今こういうところに住んでるわけですね。で、こちらの青い屋根の家が私の家で、こちらの赤い屋根の、廃校になった校舎を利活用している池谷分校というところがあるんですが、ここが私の、働いている、NPO の、職場になります。徒歩1分ぐらいなので、今コロナウイルスとかが起こってもですね、全く、関係ありませんといったことになっているわけですね。で、その前回生活に必要なものを調達できた方がいいという、お話をしましたが、農村の場合だとですね、明らかにいろんなものがですね周りにありますんで、そういったものが調達しやすいです。食べ物にしても、今だったら山菜とかですね、フキノトウはちょうど生えてますが、そういうのを拾って食べるとかですね、当然それだけで自給自足っていうのは無理にしても、ある程度の割合はですね自分たちで確保できると。私もお米作ってますんで、主食に関しては全く心配していません。で、次にお互いが、顔の見える、あとですね、ちょっともう一個、付け加えますと、その生活に必要なものといったところで、衣食住の、住むところですね。これも非常に、農村ではですね、古民家、空き家ですね、こちらがですね、意外と安く、手に入るといった、ことがあります。ものによってはかなりリフォームで手を入れないといけないかもしれませんが、それでもですね、都会で新築で家を買うことに比べたら、もう一桁ぐらい違うですね、安い価格でですね、家が揃いますんで、生涯のですね、そういった所得が、仮に多少低かろうがですね、かなり安心して住むところを確保できるといったところがあります。あと、お互いが助け合える、顔の見えるコミュニティがあるといった部分ですが、これも前回お話ししたんで、ちょっと割愛したいと思いますが、やっぱりそういう村社会、いいところも悪いところもあるかもしれませんが、非常時には助け合える、そういったコミュニティがあります。で、仕事のポートフォリオを組むといいですよという話を前回しましたが、農村だとこれがすごいやりやすいです。具体的に見ていきますと、複数の収入源を得ていくといったところで、やっぱり都会の企業の中にはですね、やっぱり未だに副業しましょうという、そういう論調がある中で、副業禁止だと言っている会社なんかも実はあるわけですね。私の後輩なんかも副業したいと思っているけどできないとかですね、言ってる人もいます。でも農村の場合、基本的に副業結構 そこまで厳しいところは、あまり聞いたことがないですね。で、生活必需品を自ら作る仕事をその中に、その複数の仕事の中に入れていきましょうといったところで、これも非常に農村にはそういう農業をやってる、農業というですね、分野が結構ありますので、こういうところに携わることで、そういう仕事が、生活必需品を、自ら作るということはやりやすいわけですね。しかも今農業は人手不足ですから、やりたいといえばですね、結構ですね、チャンスがあるといったところですね。あと、どの時代でも普遍的になくならない分野の仕事ということで、これ農業、もうこれもう本当に農耕が始まってからずっとなくなってませんので、儲かるかどうかっていうのは置いといてもですね、うまくやって儲けてる方もいる
でしょうから、別にその一概も分からないというわけではないですが、まあ、なくならない仕事、これなくならないですね。いかに機械化して AI 化してもですね、完全に全自動というわけにはいかないので、まあ、必ず残ります。あと、高収益を狙える仕事。まあ、これに関しても、実は農業の、その農村にいる人ってまだ日本の中で、まあ、農村にいてこう発信をする人ってまだまだ少ないので、結構ですね、こういう元手のかからない仕事っていうのもまだまだチャンスがあるんじゃないかなというふうに思いますし、農村で例えばホームページを作りますとか、なんかデザインをしますとか、そういったクリエイティブな仕事っていうことに携わっている方っていうのはやっぱり都会に比べて圧倒的に少ないなというふうに感じます。結構移住してきた人がそういうクリエイティブな仕事を農村でやってるみたいな傾向もありますので、まあ、そういった仕事も実は農村でも全然できますよと。でもし都会から移り住んだ人であれば都会のお客さんとのやり取りなんかもオンラインでできますんで、これ次の部分に行きますが、オンラインでできますんで、農村に来たからといってその前の仕事が完全に消えるかというとそうでもない。しかも最近コロナウイルスの影響もあってオンラインに関する部分がですね、やっぱり今まであんまりオンラインしなかった人がどんどんオンラインを推奨するみたいな、そういう動きもありますので、これはある意味その農村でそういうクリエイティブな仕事をするっていうのはチャンスだという部分ですね。私なんかも YouTube なんかでも発信させていただいてますし、まあ、まだまだですね視聴回数とかですね全然多くないんですけれども、それでも例えば Facebook とか SNS でですね、まあ、こう動画アップしましたとかっていうのをこう、まあ、私一応毎日、投稿をやってますから YouTube ですね。で毎日投稿してるとですね、だんだんなんかそのコメントが、で以前 その SNS での、やり取りに比べてコメントが増えたりとか、直接 Zoom とかつないでその直に話をしたいみたいなですね、そういったご連絡が、まあ、増えてきております。なので農村でオンラインのですね仕事っていうのは、まあ、今コロナウイルスのこの今だからこそですね、非常にですね、実はチャンスが増えてきているんじゃないかなというふうに思う。農村にはですね、まあ、多面的な機能が、まあ、ありますというお話をしたいと思います。これは案外知ってる方少ないんですが、これも実は農林水産省のホームページに普通に公開されている情報です。で実は農業とか農村が大事なのは、それ食べ物を作るという部分だけじゃないんですね。これ多面的機能と言われてまして、まあ、例えば、土砂崩れを防ぐ機能とか、土の流出を防ぐ機能とか、洪水を防ぐ機能とかですね、まあ、こういったいろんな機能があるんですね。あと癒しや安らぎをもたらす機能とか。でこれが実は過疎地のですね、こう農地を守っていくことが大事だというですね、一つの理由になってるわけですね。で棚田をやっぱり保全しましょうとかっていうのはこういう文脈の中でですね行われるわけですね。でじゃあ一体これが、じゃあそれは分かるけれども、でどれぐらいの価値があるんだっていうふうに思われる方も結構いらっしゃると思うんですが、実はこの農業とか農村の多面的機能が貨幣評価したですね、データがあるわけです。これも農林水産省のそのホームページに、まあ、あります。ただ結構こうよく見ないとですねたどり着きにくいんでですね、まあ、ここでちょっとご紹介しますが、これ実はですね、地球環境生活に関わる農業及び、森林の多面的な機能の評価についての答申ということで、まあ、三菱総研がですね、まあ、調べた、まあ、データですね。これを見ると洪水防止機能です、年間3兆4988億円分のですね価値があるというふうに見られているわけです。まあ、最近やっぱり豪雨災害とかあった時に、まあ、ほぼ必ずそのニュースとか見たらこう床下浸水、要は家の床の上にこう水が溜まってびしゃびしゃになるというですね、まあ、そういったことがあるわけですけれども、これって実はその雨がいっぱい降ってきて、棚田には実はその自然のダムの機能があるというふうに言われてまして、その棚田がちゃんと田んぼとして作付けされてれば、その降ってきた雨を一時的に溜めるという機能があるんですね。そうするとそこで溜まってる分、下に一気に水が流れていきにくいわけです。そういうことで、まあ、要は同じ量が一気に降ってきたときに棚田がいっぱいあるのとないのとでは、その下にいる平らなところにいる、まあ、人口の多い部分、密集している部分ですね、そこがこう水浸しになる可能性っていうのが、だいぶ変わってくるっていうことですね。あと、まあ保険保養安らぎ機能ということで、まあ、最近やっぱりうつとかそういう精神的にストレスを抱えている人っていうのが、まあ、たくさん増えてました。企業もですね、そういうストレスチェックを義務化したりとかですね、まあ、そういった動きがあるような中で、こういうその保険、休養、安らぎの機能っていうのは非常にですね、まあ、見直されて
ていくべき部分だというふうに思っているわけです。逆を返せば、こういった機能をうまく活用することで、まあ、ビジネスチャンスにつなげるというですね、まあ、そういったことも考えられるわけですね。実際私たちも棚田オーナー制度ということで、まあ、棚田のオーナーさんをこう募ったりやってるんですけれども、まあまあ、正直そこまですごい数が多いとかいうわけじゃないですけれども、結構ですね、都会でバリバリやられてるあの会社のですね、経営者の方であるとか、独立して、まあ、いろんな会社の、まあ、あのコンサルティングをやってるようなですね、方とかですね、まあ、経済の世界でですね、結構トップクラスのですね、ような方があのオーナーになってくださって、でいるケースがあります。中にはですね、草刈りをこう一緒にしてですね、いやこんな大変なんですねみたいなですね、形でですね、おっしゃってくださった方もいますが、こういったやはり価値をですね、やっぱりちゃんと都会に住んでる人に、しっかりとお伝えしていくっていうのは非常にですね、私も、まあ、その使命だと思ってやってるわけですね。なので、まあ、今回ですね、こういう農村の、可能性について、まあ、ちょっとお話をしてきました。で、私の方はですね、まあ、なんでこの動画がじゃあ地方創生とか地域の活性化につながるのかといったところでお話ししますと、まあ、こういった動画を聞いてですね、やっぱりちょっと都会でずっと一個の会社でですね、やっていくのは違うなみたいに思ってらっしゃる方も、まあ、いらっしゃると思うんですね。まあ、全員があの会社辞めましょうとかそういったことを推奨しているわけじゃないですけれども、やっぱりですね、まあ、自分の生き方として、一つの選択肢としてですね、まあ、農村で自らそれ自分の人生を切り開くとかですね、農村で生き生きと楽しく人生を謳歌する、まあ、そういった人を、まあ、あの増やしていきたい。でそういった人が増えてくればですね、そういった人が来た地域っていうのは、おのずとですね、まあ、元気になって活性化していきまして、でそれが積み重なっていくことでやっぱり本当の意味での地方創生につながるというふうに思ってますんで、まあ、このようなですね、まあ、動画を発信させていただいております。もっとですね、あの農村について詳しく個別にいろいろ聞きたいとかですね、まあ、そういった、方はですね、ぜひあのコメント欄なんかでコメントいただけるとですね、嬉しいです。それではですね、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。